はい、どうも皆さん、あけましおめでとうございます。ミュージックコミュニケーションプロデューサーの新澤紀之でございます。はい、年内一発目のね、二千二十一年の一発目の東京アバーチャーも第三十一回目。になります。まあね、皆さんね、この新年、ね、三が日とか、ゆっくりされて、なんかまあ。新しい目標とかね、新年によく目標を立てはるじゃないですか。どんな目標を立てたら、その今年に達成できるんかみたいなね、なんかそういうちょっと、話で。 始めたいと思うんですけれども、まあ、大体の人って、その新年ね、目標を立てても、まあ達成できる人っていうのはまあもちろんそうなんですけど、年末になったらそのどんな目標を立てたか忘れてしもてるとか、ね、まあ当然その目標達成もままならんと、あ今年もやっぱり目標達成できへんかったわっていうふうにして、結局自己肯定感だけ下がるとか、ね、まあそういう感じの多分方がほとんどちゃうかなと思うんですよ。でもね、まあ 本まはやっぱりこのラジオをお聞きのあなたもね今年こそはやっぱり達成したいっていう目標は絶対持ってはると思うんですよねだからそういう方がやっぱりこういうねこのラジオ私のねラジオを聞いて持ってる聞いていただいてるって思って、ね、今日はあのその目標の立て方っていうのについてどう,やらしたらどうやったらその目標が達成しやすくなるんか達成できる可能性が上がるんかみたいな、ね、だからそんな話をちょっと今日は 新年一発もしていいこうかなと思いますで何個かあるんですけど、まあ、まず1個目はそもそもその立てる目標がでかすぎるっていう問題ですね自分自身が考えるその自分自身のイメージ、まあ、よくあセルフイメージとか言うたりするんですけどそのめちゃくちゃその今の自分とその目標を達成した自分と、ね、そのめちゃくちゃ大きくかけ離れた目標とか掲げても そもそもその人間の潜在意識的に自分はそうじゃないっていうことを分かってるからその自分自身でそれができるっていうことをね自分自身で信頼できてないんですよねせやからそもそもその具体的な行動に結びつくことってまあないんですよちょっと考えてみてほしいんですけど例えば今までねその家でこう ダラダラして、あの、インドアな感じの生活をしてる人とか、じゃあ今年いきなりじゃあ毎日42.195キロのフルマラソンを走れるようになるぞとかね。そんな目標を立て掲げても多分50メートルも絶対走らないです。<laughs> いや、それがあかんって言ってるわけじゃないんですけど。ね。だからそうやってその自分自身と大きくかけ離れたそういうめちゃくちゃな目標だってても、結局なんかそれに結びつく具体的な行動をそもそも起こそうとしないんですよ。 ねまあ、まだこれはでも人間の,、ね、あの,その仕様なんでそういうもんやって話なんです。ただね、これを逆に考えてほしいんですよ。ね、まあこれちょっとあの後でまた言う、ね、もう一個の条件ともめちゃくちゃ相性のいい考え方なんであのぜひね、これ組み合わせてやってもらえたらええなと思うんですけどあの大きくそのかけ離れた目標を達成するためにね、さっき言ったようなその行動するのが難しいんやったら そもそも、その、立てる目標のハードルを思いっきり下げたいんですよ。これどういうことかっていうと、例えばね、まあ、これはやっぱり音楽関連の,あの方が多いと思うんで、まあ、例えば今年こそはそうや、ね、ギターで何でもいいんですけど、ピアノででもね、ドラムででもベースででもええんですけど、なんか難しい曲をその弾けるようになるっていうね、そういう目標を例えば掲げたっていう人がいたとしましょうよ。ほんなら、それをね、例えば毎日、 3分間はギターを触るとかでいいんですよ。まあ3分間だけでても1分でもいいですよ。毎日1分間でも3分間でもギターを触るとかね。毎日ね。それとか、それ,とかまあ、それがまあまだ難しいっていう人やったら、毎日ギターを持って座るっていうこういう目標だけでもいいんですよ。というのもね、これあの、目標の達成率っていうものを考えたときに、 難しい曲を弾けるようになるっていう目標やったら年末にその曲がもし弾けへんかったらそれ達成率としてはほぼゼロに近いじゃないですかねまあまあ1%とか2%とかそんな思いは思うんですよでもそもそもの目標をこの毎日ね3分間ギター持って座るっていう風にそういう目標にしとったとしましょうよほんならどうせ人間でねギター持って座ったら3分じゃ気がへんんですよ 3分じゃ絶対聞かないです。3分以上下手したら1時間、2時間とかもなんか気がついたら立ってるわみたいなね。そんなもんなんですよ。だからその時点でよう考えたら目標達成率としてはね、もう100%を超えてくるんですよね。いやもうあの1000%、2000%かもしれないですね。うん。そう、そう。だからどこを基準にするかなんですよ。でこれをみんなハードル高く上げすぎるから、しんどなるんで。 それやったらハードルをぐっと下げて、その毎日これやったらいけるわって無理なく続けれる、これやったら大丈夫やみたいな、そういう目標を立てたらいいんちゃうかっていう話です。ただね、これあの、いわゆるその自己評価とか、このプライドがごっつい高い人、親はだからあの過剰、自分はの課題評価、めちゃくちゃ課題評価してまう人とかっていうのは、これがめちゃくちゃ難しく感じるんですよ。 でね、それが、長い目で見たら、結果的にね、その自己成長の邪魔になってます。で、それが自分の体,体化、ね、進歩じゃなくて、体化していって、しかもそれが慢心に、あのおごりにね、つながっているってことに、まあ、どっかで痛い目あって、自分でもあの、気づくしかないですね。うん。まあ、厳しいようですけど、まあ、それが、やっぱり、ね、一番その、なんか、まあ、その人にとって、 ね。まあまあ、ほんまはそうなる前にね、気づい、気づければね、いいんですけどね。でも大体そういう人ってもう、あの、そこまで、あの、ならへなんななと自分を帰り見ようとしないと思うんで。<laughs> まあまあ、そういう人はね、まあ多分この話オおそらく聞いてないっす。はい。<laughs> 安心してください。はい。まあね、ね、そういう話もね、ちょっと踏まえながらなんですけど。で、もう一個は、目標を、その、立てるっていうよりは、 その目標のための毎日無理なく続けられる習慣を作るということなんですよ。どっちかって言うと、こっちの方が大事です。目標を立てるよりも、実はね、そのためにどういうことを毎日続けれるかみたいな、そういう習慣を作っていくっていうことの方がよっぽど大事なんですよ。もう、てか、ほぼここに尽きると言ってもええです。でね、あのさっき。 あの、一個目で挙げた、その立てた目標のハードルっていうのが思いっきり下がっとったら、それがね、やっぱ無理なく毎日続けれるはずなんですよ。ハードル低いから。あ、これやったらいけるわ、みたいなね。ね例えばなんかパソコンで毎日記事書くぞっていうような目標がしんどいって感じるんやったら、毎日パソコンの前に座るっていう目標でもええやないですか、うん。そういうことなんですよ。それが無理なく毎日続けれたらそれでええん。ほんで、もう一個ね、ちょっと大事なことを言いたいんですけど、 あの同時にねその新しいその習慣を作るっていうことはどういうことかっていうことなんですけどこれは同時にねそれまでにやめたかった習慣をやめるっていうことにもなるんですよ同じことなんですこれあの人間ってあの与えられてる時間24時間で一緒なんでせやからそのプラスしようもたどっかでマイナスして帳尻合わさなあかんわけなんですよせやからその ねえまあ、どうしてもやめ今までやってた習慣をやめるっていうことに対してものすごい抵抗を感じる人も多いと思うんですよね。ただでもそうせえもせえへんとそのねあ、つまりこれは目標をなんか達成したいって思ったらその毎日無理なく続けられる習慣を新しく作るっていうことと同時にその無駄な自分の中で無駄やなって思う習慣を徐々にやめていくっていうことも大事なんですよ。 トレードオフとか言うんですけどね、こういうのね。あ例えば、その2、3時間たらーっとテレビ見てる時間とか、ハードマイ品種、あのまあ2、3時間たらーっとあのソファーで横になってる時間とか、なんかそういうのを、まあまあ別にソファーで横になりながらでもええから、それを例えば読書の時間に当てるとかね、なんかそういう感じの,あの使い方にするだけでもちゃいますね。全然ね。でも、無駄ね、そういうなんか無駄な、無駄なって言ったらあれですけど、 なんか新しく習慣を作ろうとするんやったら、その同時にやめる習慣も出てくるでっていう話です。うん、これね、結構大事なこと言ってます。それができるかどうかなんですよね。で、最後にあの、中にはね、そもそも、これね、めっちゃ大事な話します。はい、これ人によっては多分こういう人もいるんですけど、中には、そもそもその目標なんか立てへんと、<laughs> 目標なんかいらんと。 目標がなくてもう目の前のそのことに取り組んでいって試行錯誤していく方が力を発揮できるタイプの人もいますあの目標を立ててあのそれに向かってやる方がええっていう人もいます、うん、あのどっちのタイプの人もいますで自分自身はどっちかっていうのをあ,のあなたが分かっておく必要があると思います、うん、か目標を立ててもなんかすぐ挫折するわっていうタイプは案外こっちのタイプの方があの人のかもしれないです <laughs> そもそもその目標なんか立てんでもよくて、その目の前の楽しい、しかもやりたいこと、例えばね、そのドラム始めましたとか、ドラムね、やりますとか、そういうのこう毎日なんか、例えばどっかで、ね、まあ、スタジオ入るのが難しかったら、ね、こんな時期なんでね、例えば家でパッド買って、あのパッドで基本的な練習ちょっと3分間続けるとかね、だからそんなんでいいんですよ。だからそういう感じのことを毎日でも続け、 みたいななんか目の前の前ことをまずやっていくみたいなだからそれで結果的に上達してるって場合もあるからこれを踏まえてなんか目標っていうもんに向き合っててもらったらええんちゃうかなと思いますなんかあの今年のね目標を立てる参考になればなと思いますはい今日は以上でございます結構新年から濃い内容やったと思うんですけども何かのね参考になれば幸いです 最後までお聞きいただきましてありがとうございました。今年も良い年にしましょう。ありがとうございます。